回はすごいですよ。内田真理子と藤井めぐみがそれぞれ別々のコーナーです。さあまずはドロップキック合戦、夏木ヘッド対渋谷柊。渋谷が勝ったか。さあこれ渋谷柊と夏木ヘッド、この2人がメインに登場した、この理由はどういうことなんですか。そうですね、夏木選手はやっぱり前大会いぶきに出場していて、そうですよね、はい、でもうその試合のクオリティも高いし、はい、やっぱりここでねメインイベントに出て、はい、やっぱ夏木選手っていう存在をね、存在感を残してほしいなっていう、はい、はいはい、まあ渋谷選手は前回メインで、そうでしたね、はい、でメインをもう立派に務め上げて、はい、まあその、まあ、功績というか、はい、そうですね、はい、でまあ、今回の2連続出場ということになったんですね、はい、さあそしてなんと全6回全て出場している、わーっと夏希と早くも行きましたよ、この実攻撃。夏希対渋谷、これもまた見どころありそうですね。そうですね、なんかその渋谷選手はこの夏希選手の元気よさに、はい、こう自分も、はい、向こうがバーって元気よくたらこっちもやってやるっていう、うん、感化されるって言ってましたね。はい、なるほどね、そういう感じの展開になってますよね、はい、今すでに。さあナックル合戦、お互いに引かない引かない、渋谷はロープの反動を利用してそれでなんとか倒そうとするが、しかし夏希はひるまない、ないですね、そうですよね。いやこれお互いにあの倒そうとしてるんですけど、お互いに倒れないですよね。さあ問題、お互い走った、うっと、ようやく両者倒れました。いやここまでの攻防を見るだけでももう本当に手に汗握る展開になってますね。出てきましたよ、ここで2年10ヶ月ぶりのコンタクトとなるのは吉田真理子対藤井めぐみ。これ吉田さん、あの藤井選手とはずいぶん前から戦いたいという言い続けてましたよね。そうですね、第1回目で組んだ時に、はい、その時にあ私も戦いたいなと思ってましたね。あ、なるほど、コーナーで見てながら。そうなんですか、それはやはりもうあの藤井選手のこの動きですよね。早いんですよ。早いですね、読めないですよね、本当に。これもすごい攻防です。これは吉田真理子じゃないともうあのこの速さにはついていけないというぐらいの、はい、でも2年10ヶ月経ってるんだけれども、はい、全然その速さが変わってなかったですね。そうですよね、素晴らしい、はい、ところがでもやはりこの動きを今の選手たち見てもらいたいですね。そうですね、こういったこともプロレスではもう動きとして取り入れることはいくらでもできるんだってことで、はい、そうですね、そうするとあの選手たちは向上心もね、探求心もつながるわけですからね。見てのお客さんにも新鮮ですごくいいと思うんです。そうですよね、はい、はい、さあその間に夏木ヘッドがすごい強引な抑え込みを続けています。抑え込みで吉田真理子をじりじりと攻めていく。夏木選手はね、はい、すごく元気が良くてね、練習でもね、はい、本当にもうこの試合の通り元気よくて、はい、こうやっぱり疲れてる時とかね、うん、こうあもうしんどいなって思う時に、はい、彼女がすごく声を出して、はい、頑張ってくれるんですよ。あ、いいですね、はい、だからそれでこう練習の雰囲気もね、みんな頑張るぞっていう雰囲気になるんですよ。なるほど、はい、やっぱり疲れてる時にね、はい、こう声を出すと、ま、それだけよりパワーが出るんでね、とてもいい、はい、彼女が練習するととてもいいムードになります、ね、そうですね、はい、ムードメーカーでありなんか先導役であり、はい、夏木選手の効果というのは実際のものがありますね、はい、さあその夏木ヘッドに対して吉田真理子がようやく攻める姿勢を見せている。腕不思議の体勢でなんとか、うん、しかしロープ際ですね。さあしかし夏木選手に相当攻められましたね。そうですね、抑え込みをねしつこくやられたので、はい、私もここでお返しに、あ、やりましたね、はい、もうこれはいつ以来の抑え込みになるんでしょうか、はい、さあ吉田真理子ボディスラムの体勢から抑え込み、もう一回いく、カウントは2だ、しかしまだ行きましたね。さあ吉田真理子メニューだけだ、おっと今度はクッとかわした、今度もまた抑え込む、危ない、危なかった、いや危なかった、いや抑え込み合戦では夏木ヘッド負けてません。さあこの飛んでくる頭突きをかわして吉田真理子が、おっとこれはスリーパーの体勢ですね。さあ後ろから輝き目スリーパーホールド、これはやはり動きを止めようという作戦ですか。そうですね、やっぱもうこれはもうフィニッシュに持っていこうと思います、はい、なるほど、その流れを決めていたわけですね、はい、さあさあフィニッシュへつながる流れになる、おっと藤井めぐみがカットに行った。さあその藤井めぐみを渋谷がカット。さあ吉田がようやくここで雲絡みの体勢で邪魔者がいなくなったようだ。さあそのおっとこのなんですよね、すごい、まさか、はい、1回転しましたよ今、もうここで返されると思ってなかったよね、はい、もう無理やり締めました。そうですよね、もう強引な締めですよね、いやこれ以上締められないというぐらいまで締めています。吉田真理子の雲絡み、これは夏木の表情がどんどん正気が失せていくような形になってまいりました。いや、これ
これはすごい、この締め一本選手であります、はい、ギブアップ、これ以上ない攻めでした。さあ2本目の展開、夏木ヘッドのダメージが心配されますが、さあもう一度ダメージがあると、はい、もう一気に決めようと思ったんですけど、ね、選手、あ、なるほど、今ちょっと吉田さんの背中越しでなんか技が変わりましたね。でも私のね、あのパレードっていう技をこういう返し方する人はいないんで、いないですよね、はい、びっくりしましたね。まさかこういう返し方があるとは思わなかったですよね。さあなんとかこれで夏木ヘッド、ダメージが残る体をおっと前にタッチしていきました。さあ藤井恵、久しぶりのプロレスリング第1回大会の参戦、おっと後ろに投げていった。久々の参戦ですが、吉田さん、藤井選手と久々に当たってどうでした感触は。そうですね、やっぱりその速いっていうのと、はい、あとね、でもね、プロレスで楽しもうとしてるのかなっていうのが、おっとこれもすごいぞ、嬉しい、いつの間にか嬉しい、変わっていた、速いですね。腕を取ったと思ったら次は足なんですよ。あ、本当ですね。でそれを、ね、逃げたと思ったらまた違う体勢で来るんですよ。あ、吉田さんも今も足を腕を取りましたよ。あっと本当に両者かわしたかわした、いや逃げても次が来て、逃げても次が来るんで、そうですよね、はい、いやこの一瞬の油断もできないですよね、はい、よし、黙り答え、藤井めぐみ2年10ヶ月ぶりのコンタクト、さあタックルから落としかわしていって寝技の展開、アキレス腱を取るのか、吉田麻里子は今スタンディングでなんとかかわそうとする。そうですね、これもアキレス腱ももちろんそうなんですけど、はい、膝をしっかり締めてるんですよ。なるほど、だから逃げるのがね、はい、簡単に逃げれないですね、ちゃんとポイントを決めてるんで。そうですね、はい、相手に自由を聞かせないですよね、はい、藤井恵、第1回大会では2人がタッグを組んだわけですけども、今回は久々の戦いになっています。吉田麻里子対藤井恵、この2人の緊張感が南の戦いになっています。そうですね、何が来るか分かんないけど、本当、はいはい、すごい緊張感ですね。そうですよね、吉田麻里子、これはボーアンドローだ、ボーアンドロー、これも珍しい展開です。さあ藤井恵美のこれはプロレス技を受けています。そうですね、やっぱりやられてない技をやった方がいいのかなっていうのは。そうですよね、ありますね、何が来るかわからないですからね、はい、その決まった形で、あ、こう締められてるという感じになるでしょうね。さあしかしうまくかわしたぞ、おっと今度は首いった、久々の参戦です。あっとこれもまた面白いカードですね、はい、これは渋谷秀太夫です、ね、そうですよね。さあ負けてなかった、あったここまで取られた、どこで来るかわからないですよね。そうですよね、まさかこういうところで取られるとは思わなかったですよね、はい、今普通にホールに行った形だったんですけどね、はい、ここで藤井めぐみが体を変えていきました。そのまままた腕を取っていくのか、渋谷に流れるか、2回連続メインに出場しているその成果、その以上にしてもらいたい。おっとうまいぞ、もうスモールパッケージ、もうこういう技でね、どんどん対抗していかないとね。そうですよね、はい、さあ前回のやる気に悪魔に続いて今回は藤井との対戦の機会を得ています。あっと、あのこれは決まった、しっかり入ってしまいましたね、一瞬でしたね、これもまた一瞬膝十字が決まりまして、これで1対1のイーブンになりました、はい、いや本当に一瞬の展開でした。さあ3本目、いよいよ決勝ラウンドです。行かないうちに技が、おっとうまい、かわしていった、しかし今度も決まってしまったが、吉田麻里子はカット、いつの間にか1対1のイーブンになりましたが、先ほどのダメージがまだ残ってますよね、渋谷選手。そうですね、はい、さあそこで吉田麻里子が再び登場であります。さあここで3本勝負ということで、あの決勝ラウンドになったわけですけども、はい、ここでどういう作戦ですか。そうですね、私の中ではやっぱり渋谷選手にとってほしいっていうのがあったんで、なるほど、はい、まあ、でもちょっとかなりダメージがあるので、はい、ここはそうでしたね、はい、とりあえずダメージの回復を待とうというところですよね、はい、さあ膝を十字が決まって、やはり膝を本当にもう痛めつけられてる、おっと早い、回復がダメ。そうなんですよね、だから藤井選手は、はい、プロレスを楽しもうとしてるのかなっていうのが、プロレス技がねこう出るってことはね。そうですよね、はい、なんかそれはなんか嬉しいですね、はい、はい、これは事前にプロレスの練習をしてるっていう情報が入ってたんですか。いやいや知らなかったですね、はい、いやいつの間にかこうやって練習してたわけですよね、はい、さあ周りがでもガッチリ決まってたわけですから、さあしかし今度は吉田麻里子の番であるんです。あっとこれかわしましたよ、早いですね。そして相手の左右に回って体を入れ替えて、今度は逆クモガラミ、あまりにも速いし、はい、最初はねクモガラミをやられてるっていうのは分かんなかったですね。なるほど、これは何なんだろうみたいな。どうでしたこのクモガラミ。いや苦しいです、はい、だからなんだろう、ここで、はい、
タップして、ここでタップしたら、はい、雲絡みってすごいんだなっていう、吉田麻里子の技はすごいんだなって思われるから、ああ、タップしちゃおうかなって気になったけど、いや、負けてはダメだと思って。そうですよね、はい、決勝ですからね、はい、1対1ですから。いやー、しかしその、はい、雲絡みが効きます。効きます、はい、それは本当に今、実証されましたね。はいはい、その間に今場外ではあの夏系とかプランチャーを起こしたんですかね。さあ場外では場外のそういうアシストもすごいですね。そうでしたね、はい、さあそして決勝ラウンド藤井めぐみが再びポイントを稼ぐことができるんでしょうか。これ普通に首を絞めてるように見えるんですけど相当何かこう反ってますよね体は。だからそういうもう、はい、ポイントがしっかりしてるんで、でもこれがね、はい、苦しいなんか気持ちいい感じになるんですよ、ね、あなるほど。でもそれは危ないんですか、ね、意識がこの上でいっちゃうんじゃないですか、意識が朦朧としている吉田麻里子、その間にフォールを取る、危ない、カウント2。吉田さんちょっと危ないですね。さあ吉田麻里子なんとか意識を取り戻してやられてますね。ずっとやられてますね、ここに来て。しかしうまくコーナーを利用して夏木ヘッドをして背中を当てていった、早い展開だがうまい。これ吉田さんがかわしたわけですね。はい、まだ食べに行ったんですけど、また懐かしい、またかわしてカウント2。夏木選手が隙あらばホールを狙うっていう、はい、それもすごいですね。そうですよね、はい、その姿勢が本当に夏木ヘッドはね、魂に見えますよね、それだけ動けるし。おっと、これもすごい、今ペディグリーを空中でかわしたわけですね。なかなかこうやって切り返す選手もいないですからね。いないですよね、空中でかくるっと回っていったときに回していきました、はい、さあその間に今渋谷翔がドックへ見せるところでやったんだったんですが失敗。そして足を払って今度は裏アキレス腱の状態になりました。そして藤井めぐみを吉田さんに何か決めてますね。はい、はい、さあ裏と表のアキレス腱固めの共演でありますが、なんと渋谷にようやくロックブレイク。さあここで吉田と藤井の姿がなくなって場外に落ちた。さあその間にリング上は松木と渋谷、この2人の戦いになりました。これでも望むところじゃないですか。そうですね、はい、はい、じゃあこの決着はひょっとしてこの2人の間で見られるかもしれません。さあこれが出るぞ、イブキヘッド。いや本当にこれイブキヘッドという技は、はい、これおっとなんかお客さんが注目するようになりますよね。オリジナリティもあるし、はい、イブキの大会で、はい、初めて勝った時に出したっていうのがありますね。そうですよね、はい、それでイビキヘッドついたと、はい、そして必ずイビキの大会で出しますからね、はいはい、さあ新谷さんがうまくかわしていって吉田麻里子も今上位ですね。そうですね、はい、1対2で戦っています。おっと突き上げた、突きを突き上げて、はい、そうですよね、ですよね。そしてあの時前からこう後ろからもうどこの箇所でもこう攻めていきますね。さあ吉田麻里子は再び裏投げの体勢、そしてさあようやく連携プレーの攻防になったミサイルキック。突きの動き、やはり勢いを止めるのが一番いいですからね。そうですね、はい、さあそして得意の攻撃だ、ノーザンライト、ブリッジは決めた、どうだ、あーっとカウンター2だ。渋谷修の今のノーザンライトいい形で取れましたからね、はい、もう一回いくか、もう一回か、いやこれは頭突きですね。背中へのヘッドバット攻撃でかわす、おっと今度は前に落とした。渋谷周の時点でようやく自分のスタイル、自分の流れを作り上げることになってまいりました。そして吉田麻里子はペディグリーダブルアムシティフェイスバスターで前に落とした。そしてダイビングのセントン、これは失敗、近かったですね。そうでしたね、はい、ちょっとそれはありました。おっとこれが出た、雪崩式のエビヘッド、すごい、トップロープから決めた、これもすごい、いやトップロープから見せましたよ、考えてますね。そうですね、まさか空中で反転するとは思わなかったですね。さあ吉田麻里子の動きをかわした、吉田の動きをかわした。さあそうするとやはりこの2人の間で決着がつくのか。さあスモールパッケージ、スモールパッケージ、カウント2。もうこれは吉田さんと藤井さんはね、あ、そうですね、その間に高さを抑えているカウント、あー危ない、カウント2。吉田と藤井はコーナー際、コーナー際だ、またいったー、なんとセット、これはどうだ、危ない、決まるか、どうだ、危ない危ない危ない、うん、吉田さん間に合ったんですか今のは。そうですね、いや間に合いました、渋谷選手に、はい、
ワンツースリー取ってもらいたいなっていうのが、うん、はい、そうですよね。そういう気持ちはずっとありますね。もうここには来て渋谷選手出ずっぱりになってますからね、はい、吉田麻里子再び全員をカットしてこの2人の戦いを見守っている。こちらがつおっとハイキックだ。そして何かを指示したあホールですね。ホールでそういう指示が入りました。さあこの2人の間で決着が決まるか。藤井選手はまたまたカットプレー。藤井選手タッグマッチでもこなしてますね。そうですね、はい、さあその間にここが決まっていった。エアレイドクラッシュ。そして吠えたのは渋谷修だ。トップロープに登っている。今度は成功した。ダイビング戦闘今度は成功決まった。これで決まるか。カウントはどうだどうだどうだ。カウント2。藤井選手もカットプレーで変わりますね。そうですよね。なんかこのタッグマッチのよく熟知してますね。なんだこのクロスアーム式の。おっとこれは逆落としの体勢。はい、はい、これは新技ですね。新技ですね。わっと決まった。この新技で決めた。いやこのメインのタッグマッチ最後を制したのは渋谷修でした。負けたくないっていう気持ちが出てたので、それはまあそれはまあ私が望んでることだし、やっぱりそうやって競い合っていってほしいと思うから、よかったと思います。ただみんなまあ1本目はエキシビジョンだったけど、2本目のバンビ対栗原だったり中川だったりとか、まあセミは見てないんだけれども、お互い負けたくないっていう、まあ、それはもうみんな同じなんで、やっぱりメインイベントっていうことでそれだけじゃない何かがプラスアルファもっとされたら、あでも渋野今日最後の私ちゃんと見れなかったんだけど最後の新しい技とか、うん、そういうのを研究したりとかっていうのもあったんで、やっぱりそういう負けたくないっていう気持ちを出すのはまあ言ってみれば当たり前というか、リングに上がったんだから勝ちたいっていうのは当たり前なんだから、そのもう一個上を見せてほしい。でも渋谷選手は、はい、夏木選手に対してのアピールとかありましたけど、夏木とは初めて対戦したんですけど、やってすごく、うん、面白かったです。自分も乗れるし、まあ頭が硬いのでそれには付き合っていく、付き合っちゃうもう本当ダメなんですけど、もう本当乗せられてお互いいい刺激になりました。最後の技は、まあ、戦闘がダメだった時っていうことで吉田さんと一緒に考えさせてもらった。はい、それで決まったからそれは良かったです、はい